アシュラーアシュラーアシュラー、すべてを無慈悲に受け止める、これがローマンだ、アシュラと。人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トライモンです。本日はついにやってまいりました、アシュラピックアップスカート。もうこのイベントが来るだけでトライモンワクワクして止まれません。しかしすでにトライモンのアシュラは星7となっておりますので、今回は見送り。そして今回の動画はこのピックアップキャラ予告と全く関係がございません。そうです、久しぶりにこれぞアシュラ、これぞアシュラ道といった勝負が繰り広げられましたので、これはぜひ人類の皆様に分かち合いたいと、ただそれだけの動画です。お相手は無双音速のソニック、水流、そして覚醒モスキート娘と超高火力アタッカー勢揃い。それをすべてアシュラで無慈悲に受け止め、無慈悲に跳ね返す。これぞアシュラ道の夢見たロマン。それではいざ、さあ行きましょう。お相手はボンブコア、そして見てください、この無双音速のソニック、水流覚醒モスキート娘。まずは無双音速のソニック、受けます、アシュラで受けます、そしてモスキート娘続きアシュラで受けます、そして水流2200万ダメージからのモスキート娘続き反射バー、そして覚醒モスキート娘の必殺技、そして反射バー。さあ残るは残り3体、無双音速のソニック水流倒しました、そしてグロリパはおまけです、そしてアシュラ回復、無尽蔵に回復、まだまだ受けます、ずっと受けます、これからも無慈悲に受けさせていただきます、そしてバンケマン倒しました、クドクシ。さあ濃い覚醒モスキート娘、すべてはアシュラで受け止める、500万ダメージ反射からの無双音速のソニック、ボンブコアを瞬殺、やりました、これぞアシュラ、夢見たアシュラ道のロマン、ありがとうございました。はい、ということで相手のボンブコアも何のその、すべてをアシュラで無慈悲に受け止め、すべてをアシュラで無慈悲に返す、これぞアシュラ道、これぞアシュラ道の夢見たロマンをお伝えしてまいりました。これだから一本道はやめられませんね。推しキャラを極めてらっしゃる皆様、これからも引き続き極めてまいりましょう。それでは本日は以上です。ラブマジファイ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。